見せパンがありなら見せチンも許されるべきだという確固たる信念のもと、うん、半ズボンの右裾から完全にチンポが出ている状態で公園のベンチに座っているとウォーキング中のアンミカさんが、ちょっとお兄はんおチンポ見えてはりますよと忠告してきた。うるさい、見えてるんじゃなくて見せてるんだ。返してさらに足を広げたところ、急に怖い顔になったアンミカが、なんやろあんた、痴漢やないの、痴漢の発想やないの、こんなチンポ潰さなあかんわと叫びながら拳を固め、ドンキーコングみたいな振り下ろしのハンマーパンチでチンチンをぶったたこうとしてきたため、チンポ丸出しのまま大慌てで逃げ出して近くの派出所に駆け込み、居合わせた大林元子巡査部長に、ヒーッと言われたい。